教えて三輪先生。三輪先生このコーナーは中小企業経営者の頼れるパートナー、岐阜県よろず支援拠点のチーフコーディネーター並びに経営コンサルタントの三輪智夫先生のご協力でお送りします。今週も三輪先生をお迎えしてお話を伺っていきます。三輪先生よろしくお願いします。お願いします。はい、8月に入りました。とっても暑いですね。暑い日々がね続いておりますけれども、はい、またでも三輪先生の話を聞いて熱くなる方が頑張るぞっていう方ね、どんどん頑張ってほしいですね。はい、増えると思いますのでよろしくお願いいたします。はい、さて先月ですけれども創業する際にですね、突き当たる3つの壁ということで、はい、現実の壁、資金の壁、そして市場の壁という3つの壁についてお話をいただきました。はい、さてそれを聞いていただきましてだと思うんですが、お二人の方からですね、リスナーの方から、早速先生に教えてということで、いただいておりますのでご紹介したいと思います。はい、答えちゃいますよ。はい、お願いします。まずはラジオネームはないんですが、私は50歳男性です。50歳、はい、男性です。さんからいただきました。現在は普通のサラリーマンとして働いておりますが、定年を機に起業できたら良いと考えております。今の仕事での独立は考えておりませんが、過去儲からないので60歳を超えても起業できそうなのがありましたら教えてください。よろしくお願いしますということです。はい、儲からない、これはね、儲からないことやらない方がいいですから、そこはまず、一歩前進ですね。はい、やりたいことを一生懸命儲かりもしないのをやるって方いらっしゃいますけども、続かないですね。はい、やってる人はやりたいことだから打ち込めても、周りの人がですねついてこれない。あ、そうですね、こういうことよくありますからね。あ、そうですか。はい、でまだこの方ですと10年後60歳ですから、準備はですね十分する時間があります。でまず考える前に何をやろうか考える前に、はい、まず今までですねやってきたことに何があるか、でその中からできることは何かということをですね、はい、これはキャリアの棚卸しって言いますけれども、これをまずやってるのは今からでもですね遅くもないし、10年もあればですね、はい、新しいことも思い浮かぶと思います。キャリアの棚押しをしてですね、はい、何を今までやってきたか、そんな中から自分の強みですね、強みをやっぱり生かしていかないといけません。はい、10年あれば弱みも克服できますけれども、それよりはやっぱりですね今自分の強み、人と接して、人が本当に信じてくれるとか、いろんな強みがあると思います。ですけれども、言われたことをすぐ早くできるとかですね、はいはい、いろいろあると思うんですね。その人の個性を生かす仕事をする方が幸せに近道ですね。苦手なことを克服するっていうのは若いうちはいいんですけれども、そうでしょうね。はい、先々はですねもう老後ですから、はい、ある程度余裕を持ってですねお仕事に取り組みながらちゃんと利益も生み出していく、あと一つは世の中に貢献できるといいですね。ですからやってきたこととできることをまず洗い出すということがまず第一ステップとしてやっていただきたいことですね。はい、でそれからですね、じゃあどういうことをやりたいかっていうことはやっぱり考えるんですが、それは今までできてこなかったこととか子供の頃に思っていたことってあると思います。でも子供の頃に新幹線の運転手になりたいっていう人がですね60歳になってなるっていうのはちょっと難しい。ただ、はい、中にはそういう方もいて、鉄道の運転手さんの学校っていうのがあったりしますよ。それは結構そっちがビジネスになってたりするんですね。子供の頃の電車の運転手になりたいという人にいっぱいお金取ってですね運転手をやらせてあげると、ローカル鉄道でそんな道もありますから、まあ、確かに夢を実現するっていうのも一つです。ただしそれはなかなかしんどい思いをしますから、そういう意味では10年かける中で世の中って結構移り変わってきますから、その移り変わりも見ながらですね、マーケットリサーチって言いますけれども、市場で何が求められるかっていうことはこの10年
ウォッチしながらね、うん、高山であれば高山市内でどんなお店が繁盛しているとかですね、うん、どういうお店にお客さんが来るとか、特に高山の場合だと外国人観光客多いですけどね、多いですね、はい、こういう人たちが、どういうところに群がってるか、うん、何を求めてるか、でもそれはだんだんとですね移り変わっていきます、うん、これをちゃんと見届けながら、うん、じゃあ自分がさあ10年後に何をやろうかって考えるっていう時代の移り変わり、環境の変化にも敏感であることってとっても重要ですから、そこも今からでも遅くない、養いながら考えましょうってことですね。でやってきたこととできることとやりたいことと、これで大体作っちゃうんですけども、やはり世の中から求められることに応えていくことが一番、まあ儲かる儲からないっていう意味では儲かる近道なんですね。ですから世の中に求められていることが自分にとってやりたいこととマッチできる人が一番幸せですね。それが離れていると自分だけやってるけども、さっきの話、周りはついてこない、お客さんもついてこないですけども、うん、まあ奥さんとか旦那さんとか子供たちとかが、まあ、お父さん、まあ、老後好きなことしなさいって言われちゃうビジネスでそういうことではないですから、買ってもらってっていう、うん、求められる仕事が何かっていうことを今から情報収集をいろいろですね、しながら考えていかれると、充実したシニアの企業っていうのは成功すると思います。多くたくさんですね、そういう事例を我々も今応援してますから、事例のご紹介ということはできますよ、うん、あ、そうですか、はい、今例えばそのあ外国人の方が多くて、あこういうところが、はい、あの繁盛してるなみたいなふうには思えても、その後10年後にどういうふうに、はい、あの変わっていくのかなって予測がちょっと、これは徐々に徐々に、そういきなり今予測はできません、はいはい、今予測10年後は無理です、でもそれが10年後に仕事始める人だから、徐々に移り変わりは分かるわけですよ ね、 そうですね。でこう変わってきたから、じゃあ次はこうだっていうのは、結局スタートするのが10年後だから、まあ、具体的にスタートする準備は2年前ぐらいでいいので、もう人も方向って見えますよね。だから移り変わりを見ていくということは、始めた後も環境の変化に敏感であるという習慣がつきますから、なるほど、ここが大事な要素でありまして、それをちゃんと見極められる目をつけるということは今からやっていかれるといいと思います。ですから、はい、ご質問の答えにはなりませんけども、60歳超えても起業できそうなものっていうのはねこれちょっと虫のいい話でしたよ ね、 そ, ですよね。それは世の中の私も知りたいです、それ。ただ、はい、人に何か教えるっていうのは、結構ですね多いですよ。この間岐阜市で相談になった方も、いろいろと消防士さんが、はい、公務員ですね、消防士さんはね、体力余ってるんで、なんか体操、なんとか体操、健康体操ですけどね、はい、を趣味で始めて、もう資格まで取って、これはじゃあ教えることができるかとかですね、あとですね、楽器でオカリナを始めたと。でこれもなんか師範の免許まで取ったと。じゃあちゃんと組み立てましょうと。プログラムさえ組み立てれば、ちゃんと教えられるだけのスキルを持っていればできますよ。あとは結局は知ってもらうということと、はい、そのためのチラシを作ったり名刺を作ったり、その人がどれだけ先生としていわゆるカリスマ化ということを情報を発信すればですね、お客さんを集めることができますから、そういうことはやはりそういう意味ではやってきたことっていうのは大事ですね、はい、なるほど、はい、あ、よくわかりました、ぜひ私は50歳男性ですさん、はい、参考にしていただきたいと思います、またいつでも先生にご相談に ね、 そうですね、はい、具体的にこんなこと考えたですけどみたいなのもバッサリ切るかもしれませんが、きっちりとお膳立ての準備もお手伝いできますので、はい、お寄せください。はい、お願いいたします。では続いてお二人目ですが、ラジオネームふんばるまんさんです、IT ネット関係で
おすすめの授業があれば教えてください、はい、副業でも良いです。これはですね、はい、まあ今時はやっぱり情報発信インターネットでやりますが、売上につなげるっていうと、うん、やっぱり今動画の影響力ってとっても強いですね。大きいですね。ですから動画でもうそのまま物販やっちゃうっていうのもありますね。ちょっといただけないのは YouTuber さんは、プロでそれやりますけれども、炎上商法はあります。ちょっと最近だといろんな、ありますけれども、あれは実は商売としてやってるんですね、はい。そうなんですか。なんか良くないですけども、誰々に騙されたとか、ああいうのはね、あれも商売としてアクセス数で広告で広告収入があるんですね。それはでも悪い方向に使わなければ、動画を配信して動画がそのまま売り上げにつながるっていうのもありますし、そこにアクセス数がたまるとスポンサーがついて広告収入ってもできます、ですから今はやはり直接お金になることをインターネットで展開するっていうのがいいと思いますね。動画今最近だとスマホでもできちゃいますね、スマホの中で編集もかかっちゃうので、そんなことをまずは試し試しいろいろやりながら、炎上商法にはいかないで、やはりですね、レスポンスをちゃんと自分で取れます。まずアクセス数、あとはどこかのお店の紹介をまずは練習でボランティアでもやってあげながら、じゃあそれを見た人が来るか来ないかというのをね、やる。これ紹介動画で売り上げにつなげるということは、今一番近い影響力も持ったインターネットでの、まあ簡単に言うと素人でもできる。だんだん経験積めば素人じゃなくなってきますからね、それはいい近道かなと。そういう意味では便利な世の中になりましたね。本当ですね、はい、もうすぐ始められるということですよね。もう手持ちでスマホでもできるし、まあホームビデオのカメラ持っていればそれでちょちょっと長くある必要ないです。長いと逆に見てもらえないですから。 CM でも15秒とか30秒ですよね、それで15秒とか30秒でも、この間ちょっとお話したように通販番組はそういう短い間でもう電話かけさせて注文取っちゃうぐらいですから、そういうプロセスは組み立てがありますから、やはり動画でアクセスを増やすということや、そこの直接商品の紹介をするとかね、いうことを仕事にすると、これはちょっと副業でもできることかなって思いますよ。はい、 YouTuber をちょっとまずは見ることからですよね。どんなものがアップされてるか。そう、彼らはもうメーカーさんから商品も提供を受けてやってる。メーカーさんはそれを CM としてやってたりするんですね。 YouTuber に使い方を、まあ、ビデオカメラとかですね、いろいろあります、電気化製品結構それでメーカーがスポンサーで商品提供して紹介してもらうみたいなやってたりしますから、まあ分かりやすい言い方で言うと、目指せ YouTuber みたいな。ラジオでこういうこと言ってるのか分かりませんけど、ラジオでもそうですよ。ジャパネットさんはもともとラジオ通販から始まったわけで、声だけでやはりそこで売り上げにつなげたわけですからね。これは基本はラジオですけれども、それも一つのポイントですね。やはり語りでお金にする、インターネットができた世の中では特に動画のインパクトは強い。ここを生かさないではないということですね。はい、そうですか、ありがとうございます。まずね、先生に お話をいただいたように、すぐ始められることですので、いろいろと参考になるものを見ていただきながら、ね、ご自身で実験してみる。実験、そうですね、なんか楽しそうですね。そう、楽しいですよ。もう言いたいこと言って、アップして、だって誰にも止められないですから、ですもんね、ちょっとまずいのはダメですけどね、止められますけどね、はい、そういうことを試行錯誤しながら掴んでいっていただければと思いますよ。はい、わかりました、はい、参考にしていただきたいと思います、はい、今日はですね、お二人のリスナーの方のご質問に答えていただきました。三輪先生、ありがとうございました。はい、またお楽しみに。このコーナーではこれから起業されたい方や
商店の経営改善など様々なご質問も受け付けております。三輪先生にズバリ答えてもらいましょう。ファックスは 0577-37-0765 メールはhitsfm@hidanet.ne.jp hitsfm@hidanet.ne.jp おはがきは郵便番号 506-0021 高山市灘町 5-95-10 郵便番号 506-0021 高山市灘町5-95-10皆さんからのご質問をお待ちしています。このコーナーは中小企業経営者の頼れるパートナー岐阜県よろず支援拠点のチーフコーディネーター並びに経営コンサルタントの三輪智夫先生のご協力でお送りしました。教えて三輪先生。このコーナーは中小企業経営者の頼れるパートナー岐阜県よろず支援拠点のチーフコーディネーター並びに経営コンサルタントの三輪智夫先生のご協力でお送りします。今週も三輪先生をお迎えしております。よろしくお願いします。お願いします。さて先週はリスナーの方のご質問に答えていただきましたけれども、本当先生のお話伺っているとなんか始めようかなっていう、小さな一歩ね、やっぱり気になりますね、始めていただきたいと思いますよ。はい、はい、さてでは先生、今日はどんなお話をしていただけますでしょうか。はい、いろいろリスナーの方からも寄せられますけども、結構ですね、経営者さん、これから始めようって方にもですね、いろんなパターンがあります。で、成功の事例っていうのをご紹介することは結構簡単ですけども、それしょっちゅうやってます、そうすると寄せられるアンケートなんかでも、失敗者の話を聞きたいと、それをやっぱり真似するんじゃなくて、それを反面教師として失敗しないようにやりたいということを聞かせられるので、今日は相談者あるあるですね、危ない経営者に共通する10の法則、何回かに分けてですね、3回ぐらいでお話できるかなと思いますけれども、危ない経営者、失敗する経営者のお話についてお伝えしていきたいと思います。それはちょっとぜひ伺いたいですね、耳が痛いと思ってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんが、ぜひお願いしたいと思います。まずは今ちょうど出ました、1番目、危ない経営者あるある、耳の痛い話を聞こうとしない経営者、都合のいいことだけ聞くっていう方はいらっしゃいますね。右から左、やっぱりあの都合悪いこと、会社の経営っていろいろ大変なことあるじゃないですか、ありますよね。思い切って開店したけども、お客さんが来ないとか、お客さん来ないことを反省しないってのありますよね、どうすればいいかって考えない、俺が間違ってないんだ、周りが間違ってるって本当に言う人いますよ。人の話を聞かない人っていうのはですね、これはもうキー信号ですね。もう赤信号と思ってても人の話聞かない人います。そういう人はもうバターンって倒れる、体は倒れないですけど会社が倒れちゃいますね。お金が続かなくなるんですね、そういう人はね。でもなかなかその耳が痛い話をしてくれる人っていないじゃないですか。そうだから周りの取り巻きっていうか、もうお友達はね結構言うんですよ、でしてもらっても聞きたくないから聞こえないって人いますよ、いらっしゃいますよね、そこは冷静にやっぱり受け止めるっていう資質を持っていないといけないですね。資質を持っていなくても誰かがやっぱり諭すっていうことが大事ですね、バーって言ってもですね反発受けるだけですから、特に人の話聞かない人はやかましいとか言いますからね、そうじゃなくてやっぱり諭すってやっぱり気づかせる必要がありますね、そういうのが我々の仕事でもあるわけです、その辺は伝え方も
まあ、我々はそれを心得てやってるわけですけども、うん、はい、耳の痛い話を聞こうとしない経営者、はい、危ない経営者の第一ですね。第一、はいはい、第二は何でしょうか。第二はですね、はい、これは社員従業員さんにですね愛情がないっていうところですね。部下を奴隷扱いするってですね、いわゆるブラック企業的なところですね。これ本当にありましてですね、はい、これはまああのお給料やってるんだから黙って仕事しろとかですね、うんうん、言う人本当にいます、お前雇ってやってるんだろうというようなびっくりするようなこと言う人いるんですね。そうするとどうなるかっていうと、難しい言葉で言うとね、面従腹背っていうんですけど、はいはいはい、表向きはイエスマンを装ってるけども、裏で何あの社長、そうするとねだんだんと心を離れていきます。それで従業員もやる気も落ちてきます、そうすると例えばお店であるとお客さんへの接客の態度も悪くなってきます。売上が下がります。そうすると払えるお給料とかボーナスが減ります、そうするともう初めから心離れてるし、金の切れ目が縁の切れ目でですね、もうこの会社は嫌だって言ってやっぱりいなくなっちゃう。だから社員従業員に愛情がないと心が離れる、従業員の心が離れるし、お客さんの心が結果として離れていってしまいますから経営が危なくなる。危ない経営者に共通する第二の法則ですね。結果は本当に多いですよ、気をつけましょう。そうですね、確かにあの本当に外向けは良くても、まあ、うちはいいかなみたいな人はいらっしゃるかもしれないです、ね、多いです。あの特にいろいろと役職を持って、外でいい顔をするとか、はいはいはい、内弁慶って言ったりしますけども、中でやっぱり業績は上げないといけないし、外でいい顔をするって結構仕事をほったらかして外の会合ばっかり出てていい顔ばっかりするんですね、そうすると社長いないとやっぱりそれだけでもやっぱり心離れます、ですからちゃんとせめて払えるお金がそんなたくさんなくても、経営者の思いに共感できる人を一緒に仕事をして、やっぱり上司と部下で奴隷じゃなくて、仕事のパートナーとしてね迎え入れて、共通の意識でやっぱり仕事ってやっていかなきゃいけないんですけども、それができない人は会社がなかなかいい方向にはいきません。そういう事例はたくさん見てます。あ、そうですか、はい、わかりました。そして続いて3点目お願いします。はい、これはですね結構我々の相談窓口でも結構行列ができたりするので、お約束時間決めてるんですね、でも毎回ね遅れてくる人って言います。で早めに来る人は待っていただくわけですけども、10分15分来ないんですね、毎回、毎回そういう風に、でも来るときはもうドタバタ走ってくるんですね、ちゃんと時間とか約束ごとを守れない人、時間約束ごとにルーズであると何が大事かというと、我々はまあ待ってますけども、でも待っていただいて1時間ぐらい説明っていうか相談するんですね、そうだいたい次の約束があるわけですよ、次にかかっちゃうわけですよね、1時間やるとですよ、そうすると短くなりますでしょ、そうすると必要な情報の交換とかアドバイスもできなくなる、そういうことでも分かるように、時間約束ごとにルーズだと結局まず外の人に営業がありますし、そういう意味ではあまりいい評判立ちませんね、それと得られる情報や知識や結局利益がそこそこで終わっちゃうってことですから、これまた経営に影響、悪い影響を及ぼしますね、時間約束ごとにルーズである人はそこをまず正すことでお客さんの信頼とか評判をやっぱり得直すっていうことですね、それを改善する必要があります。いつもパタパタしてる人は忙しい忙しいって風流をしてるっていうか、それはポーズですね、はいはい、でまたそうしてることが
なんか頑張ってる証みたいな、ちょっと勘違いしてる人もいます。わかりますそうそう、それはちょっと落ち着きましょうっていう話からして、はいはい、で時間の管理をきっちりとできるようにする。うん、結構それで時計早めたりする人いるんですけどね、時計早めるんじゃないんですよやるべきことは。でもそういうことのにまず気をつけることは大事ですね。結局は自分が損をする、相手にとって信頼を損ねてしまうということになりますね。はい、あの時間もやっぱり限りある資源ですもんね。そうですね、経営資源の中にやっぱり時間っていうのはあります。全員に24時間はあるわけですけども、はい、25時間6時間はないですね。あとはその限られた時間の中でどれだけの的確な仕事をするか、早く仕事をするのはいいんですけども、正確にできないといけませんから、正確な仕事を的確にこなす、そこに時間の軸を入れてちゃんと決められた時間に収めるってことが必要ですよね。これね、我々も結構相談者で心を入れたみたいどうしたもんかって思ったりすることも時々ありますから、それはお客さんとして彼のお客さんに影響良くないですよってことをねお伝えしてます。本当に中にはあの遅れてくるということに対して悪気がないというか、もう慣れちゃってて、それが自分のなんか ね、 そうですよね、なんかメッセージというか、はい、キャラ設定になってる、はいはいはい、でそうやって忙しくしてるんですよというアピールがしたいのかもしれないですよね。それはなんかちょっと方向違ってるような気がしますね。そうですね。そしてあの本当にこの人いろいろ仕事をされてるんだろうなっていう方でも、本当あの余裕がある感じの方っていらっしゃるじゃないですか。余裕があるように見える人ほど的確に処理をして仕事の効率もいいですし、やっぱりそっちへ持ってった方がいいと思いますね。はい、的確に処理を必要な時間にこなしてるから余裕が生まれるわけですね。ですから時間管理も仕事のうちの一つですね。はい、それはできるようにしなきゃいけない。そういう意味では時間約束に流通っていうことは模型に悪影響を及びますから、危ない経営者の法則第3挙げさせてもらってます。はい、その時間を管理するのに何かこうアドバイスというか有効なことってありますか？やっぱり自分のペースでありますから、はい、それ以上にやっぱり詰め込まないっていうことですよね。そういう意味ではあまり言われたことをそのまま受けてやらない、お人よしすぎるのも良くないってことですね。それはまた後でですね、一つポイントとして出てきますけれども、はい、やはりタイムマネジメントっていうのは仕事の正確性と数こなせばいいってことではないですから、やっぱ数こなさなきゃなって思ってるところからちょっと見直す必要がありますね。はい、わかりました。今日は相談者あるあるまず3つ伺いましたけれども、10の法則ありますからね。はい、10の法則ということで、また、次週以降ですね、そうですね、第4号とお話を伺っていきたいと思います。はい、今日はまず3点お話をいただきました。はい、宮先生どうもありがとうございました。はい、次回もお楽しみに。このコーナーではこれから起業されたい方や商店の経営改善など様々なご質問も受け付けております。三輪先生にズバリ答えてもらいましょう。ファックスは 0577-37-0765 0577-37-0765、 メールは hitsfm@hidanet.ne.jp、hitsfm@hidanet.ne.jp。 おはがきは郵便番号 506-0021 高山市灘町 5-95-10 郵便番号 506-0021 高山市灘町 5-95-10
皆さんからのご質問をお待ちしています。このコーナーは中小企業経営者の頼れるパートナー、岐阜県よろず支援拠点のチーフコーディネーター並びに経営コンサルタントの三輪智夫先生のご協力でお送りしました。教えて三輪先生。このコーナーは中小企業経営者の頼れるパートナー、岐阜県よろず支援拠点のチーフコーディネーター並びに経営コンサルタントの三輪智夫先生のご協力でお送りします。今週も三輪先生をお迎えしてお話を伺っていきます。三輪先生よろしくお願いします。お願いします。さて、先週は相談者あるある、はい、危ない経営者に共通する10の法則という3つまずお伝えしてきました。はい、3点いただきました。耳の痛い話を聞こうとしない、で2点目が社員従業員に愛情がない、そして3点目時間や、仕事約束ごとにですね、ルーズという、はい、いつもバタバタしてもう駆け込んでくるみたいな、はい、汗だく、今時だったら汗だくになるっていう、ね、あのことを伺いましたけども、その3点目ですが、三輪先生って本当にお忙しい方だと、すごい忙しいです、ですよね、うん、思うんですが、毎週、先生ってなんか余裕オーラがなんか、そうですね、あのクールダウンしてから来ますから、駅にできた喫茶店でコーヒー飲みながら、今日何話そうかなってことをちゃんと考えるんですけども、今日でも実は午前中は蟹市で相談を今日は大関だから6件ぐらい応対してから、もうちょっと車はそれこそ疲れますから、ワイドビューで来ましたけれども、そんな中で休憩しながら、そういう時間管理ですか、タイムマネジメントもやっぱり仕事の処理能力の一つですから、バタバタしている人はおそらく仕事忙しいんですということを見せたいんでしょうね。だからわざと習慣的にわざと遅れて来ることで、私忙しいのって言いたいんだと思う。それポーズですね。本当に忙しい人は時間管理をして、だってそれは自分に振り返って迷惑かけるわけですから、ちゃんと時間管理して事前にやらなきゃいけないことをコントロールして取り組んでるんですね、はい、そこはできるようにならないと危ない経験です、はい、その先生の午前中をみじんも感じさせないっていう、今日は昨日はエナでセミナーやって、はい、経営者さんと腹を割ったお話を夜までやっていて、エナ泊まって移動してカニに来て、今朝ですよ、はい、相談者さん対応して、でワイドビューでカニだったからミノータから初めて乗りましたけど、はい、来て車を置いてですね、そういうやっぱり無駄な時間をどう作らないかとか、自分の労働でやっぱり体に負担かけちゃいけないですから、電車の移動時間で休もうとかですね、限られた時間を有効に使うっていうのはやっぱり仕事の処理能力の一つですね、はい、そうなんですね、わかりました、はい、さて、そんな今日はですね4点目を伺っていきたいと思います、はい、危ない経営者に共通する10の法則4つ目です。はい、4つ目はですね、言うこととやることが一致しないよくあるんです。かっこいいこと言う、いわゆる外面がいい経営者、はいはい、もうなんか言ってることは、まあ、本で読んだとか、経営者いますよね、松下幸之助とか、はい、いろいろ、あの学ぶべき稲盛さんとかいますよね、はい、経営者の本とか一生懸命読むんですよ、はい、で口が達者なんです、これは松下幸之助がこう言ってる、あ、じゃあやってんのかって話まあできてないほど、それこそ虎の意欲から狐、そういう人いますね、いらっしゃいますね、で言ってることとやってることは違うよねっていうのは、はい、
みんな気づくんです。まず従業員は分かってるんですよ、毎日だから。そうですね。で取引先も分かってるんだけども、まあ残念な人扱いされてるわけですよ。あ、痛い痛い痛い経営者ですよね、言ってるけどみたいな。そういうの気がつかない、そういう人ほどやっぱ気がつかないんですよ、はい、気づいてないらっしゃらないですね。頭の中はそう、まあ、いわゆる妄想というか、うん、そういう理念先行型って言いますけども、うん、自分の実行が伴わないで、うん、理想論ばっかり言う人結構います。そうするとそういう人は結局人の話は聞かない、書いたものを信じるものを聞きますけども、うん、一回前回にも話したように、はい、例えば身の痛い話を聞こうとしないって、うん、同じような共通するんですね、もう都合のいいことだけとか、うん、自分が読んでて気に入る、うん、だからちょっと経営じゃなくてこれ宗教の世界みたいなもんですね、うん、宗教は宗教でいいことですけども、はいはい、信じることは、うん、信じる心は救われますが、うん、経営って宗教ではないので、うん、利益を生み出さなきゃいけない。それはお客さんあってですし、そういうことをちゃんと考えられない良くないですね、うん、理想ばっかり言う、はい、結局はそれで例えば会社に、時間管理をしろと言いながら、うん、自分は9時10時になんか頭ボサボサで来るとか、うん、よくあるんですよそういう人はね、とか出てっていない捕まらない、うん、なんか言うことは社員には厳しく言うんだけども、うん、自分にはルーズだみたいなね、自分に甘い、そう、それも前回やりましたね、はい、時間や約束ごとにルーズでありながらタイムイズマネーだって従業員には言うとかね、じゃあお前がまず率先しろっていうのは説得力ないですね。 そこがやっぱり心がついてこないと経営に関わってきますからね、そういうのがやっぱり全部つながってるんですよ。従業員に愛情がないということになってきますよね、人にだけ言って自分は実践しない、だから経営者が模範にならなきゃいけないんですけれども、模範になれない、反面教師になってしまう、だから言うこととやることは一致しないっていうのは、言うことを言って満足してしまってるんですよね、なるほど、いいこと言ったとみたいなね、ちょっと薄っぺらいですね、そういう経営者さんはね、気をつけましょう、はいはい、続いて5点目です、はい、なんかね景気が悪いとかですね、もう国が悪いとか言ってますよ、はい、夢やロマンとかですね、こうありたいっていう理想を描けないで悲観的、ダメな理由ばっかり言う、一緒にいてもつまんないですよね、いらっしゃいますね、はい、それはやっぱり我々相談を受けてても、うん、とある温泉街で経営者さん、うん、まあ、順番に来ていただいて、景気のいい旅館と景気の悪い旅館いろいろご相談、景気良くてもご相談し、景気悪いと余計ご相談になりますけども、うん、もう入ってくるなりいきなりなんか怒っててですね、だいたいお前らが悪いんだっていう人いました。景気が悪いのはお前らのせいだと思って、ね、もう本当にね逆切れ、そう、客を連れ、お客さんを連れてこないんだのが悪いとかね、もう人のせいばっかりするんですけども、でもずっと同じね、例えばそれ、まあ、奥飛騨温泉郷だったりしますけども、同じですよ、環境は、うん、景気が悪いとかお客さんが減ってきてるって同じですよ、うん、でも全体として減ってきてもお客さんが増えてる旅館もあるわけですよね、うん、そうですよね、それは企業努力ですよね、うんうん、でもそういう企業努力をさておき人のせいにするとか、こうありたいっていう姿が描けないっていうか、うん、なんか悪口さえ言っていれば、うん、なんとかなると、それはね結構あのいいとこのお嬢様お坊ちゃまで、お父さんお母さんがとっても優しくて、なんかダダをこねると助けてあげる、こういう家庭に育つと文句言ってれば誰かが助けてくれる、手を差し伸べてくれる、そう、この悪い習慣ついちゃってるんですよね。そうすると悲観的に嘆いてれば誰かが助けてくれたという過去が影響してるわけですね。これ育ちで決まってきたりしますよね。あとはなんかもうガミ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 言われて希望や夢を
持とうとすると子供の頃にですね、そういう夢や希望を親に語ると、何言ってんのそんなこと言ってなんて、おさっさと勉強しなさいとか押さえつけられた、抑圧された人とか、もしくはそうやってあの悲観的なことを言ってれば助けてくれるというような、そんな家庭に育つとそういう状況になるんですね。だから子育ては重要ですね。本当ですね。それを我々は、経営者さん大人になってから気がついていただくっていうこともやったりしますけども、結局それは客観的に見ていただく、目を養う、耳を養う。でも人のこと聞かないっていうこともね、あります。耳の痛い話聞かない人と共通するんですけども、やっぱりそこは隣と条件一緒ですよねっていうことをやはりまず気づいていただくってことはやってます。ダメな理由ばかり言ってる経営者は危険信号ですね。はい、分かりました。続いて6点目お願いします。はい、6点目はですね、人に優しくない、他人に配慮しない、自分さえ良ければという自己中経営者ですね。自己中心的で他人に配慮しない、自分のとこだけ良ければ、自分のところだけ良ければという人は往々にして経営者が自分だけ良ければ、そうすると、前回言ったように従業員に愛情もなく、ただこき使って働かせて、自分はいい車に乗って、ゴルフばっかりしてとか、そういう風に行くんですね。自己中心、まあ、あの自己中心でいいこともありますよ。やっぱり経営者ってやっぱり突き抜けていかないといけないので、あのみんなと仲良くしてればいいっていう人は、そういう意味では経営者にあまり向いてないかもしれない。でもそれがとんがりすぎると、もう周りを攻撃しちゃいますから、それはやっぱりよろしくない。優しくないから自分さえっていうと、やっぱり略奪してくるぐらいの感じになっちゃうんですね。経営ね、剥ぎ取ってくるみたいな、それってやっぱり長続きしないですよ。それは信頼を損ねてしまいますね。ですからあまりにも自己中な人は、言葉の端々に出ますけれども危ない危険信号ですね。もうほぼレッドカードというところになりますよね。レッドカード、そうですね。先生の話を伺ってて、その経営者になってから、はい、そういった資質になるのではなくて、もう幼少の頃からの、もうそうですよ。だから帝王学っていうのは分かんならなくて、そうですよね、そうこうでなければいけないっていうのをちゃんと教えられていると、やっぱりそれを三つ子の魂って言いますけども、そこはでも教えられてることが適切かどうかっていうのにかかってくるわけですね。そうですね。それがあの家訓であったり、家計血は争えないっていうのはそういうことなんですよね。はいはい、そうするとそう育っちゃうっていうのはありますよね。はい、はい、そうですか。ということで本当にあの大変興味深いお話をいただきました。はい、危ない経営者に共通する10の法則、はい、今日は6つまで、6つまで来ました。はい、来ましたけれども、4つありますね、4つありますね。はい、何が出てくるのか、お楽しみにしていただきたいと思います。ね、はい、今日も三輪先生どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。このコーナーでは、これから起業されたい方や商店の経営改善などさまざまなご質問も受け付けております。三輪先生にズバリ答えてもらいましょう。ファックスは0577-37-0765、0577-37-0765。メールはhitsfm@hidanet.ne.jp、hitsfm@hidanet.ne.jp。おはがきは郵便番号506-0021、高山市灘町5-95-10、郵便番号506-0021、高山市灘町5-95-10。皆さんからのご質問をお待ちしています。このコーナーは中小企業経営者の頼れるパートナー、岐阜県よろず支援拠点のチーフコーディネーター
並びに経営コンサルタントの三輪智夫先生のご協力でお送りしました。教えて三輪先生。三輪先生。このコーナーは中小企業経営者の頼れるパートナー、岐阜県よろず支援拠点のチーフコーディネーター、並びに経営コンサルタントの三輪智夫先生のご協力でお送りします。今週も三輪先生をお迎えしてお話を伺っていきます。三輪先生、よろしくお願いします。お願いします。さて、相談者あるある危ない経営者に共通する10の法則、結構耳の痛い人も多いかもしれません ね多いんじゃないでしょうかね。でも先生の話伺ってて、例えばそのお母さんとか、まあ、お父さん、保護者の方が自分のお子さんをね、大きくなったら、まあ、経営者になるような人になるといいななんて言いながらも、やっぱりそれは自分たちのこの何でしょう、家庭環境というか、育て方というのが随分その人格形成、もうそうです、本当にそうですよ、資質に関わってくる、ということなので、大きくなってから頑張ってじゃなくて、それはもう遅い、遅いってことですよね。もう今から小さい頃からしっかりといろんなことを教えていってあげなければ、結局父親母親の姿を見て、自分がどうなりたいって、形成していくわけですね、子供は。でその時にどう対応を対受けるかによって、だんだんそれが固まってくるわけですよね。で親と子のコミュニケーションっていうのも重要ですよね、そういうのが反映して従業員と部下のコミュニケーションに移し込まれていくわけですから。なるほど、なんか全てつながってるんですね。つながってます、人と人との関係なんで、これは経営でも家庭でも同じですね。なるほど。では、10の法則のうち今日はいよいよ後半といいますか、7点目からということになります。あと4つありますね。4つですね。10の法則ですよ。はい、7つ目をお願いします。はいはい、これはですね、よくあるんです。これも本当に経営者相談者あるあるですけれども、世の中の流れを読めない、環境の変化が激しい。例えば観光地この高山でも、かつて昭和の時代は大型の観光バスで、いわゆる農協の団体さんと言われるような人たちが大勢来られたわけです。でその人たちに向けたお土産物とかあるわけですね、それを未だに置いて行って、売れない売れない、お客が悪いみたいな言う人いるわけです。世の中の流れを読めないと観光客が変わってきます。今だと450万とか来ますけれども、観光バスで来られる人もいますが、比率としては個人客とかが、もう今だと移動にレンタカーで来る人もいますね、家族がミニバン借りて走ってくる人も、東南アジアの人もそういう人もいますね、欧米人だとワイドビューで来ますね、そういう人たちで観光客の質が変わってきてるわけです。数は増えても、だからそこにちゃんと目を向けられないで、自分の正当性とか自分が過去にやってきたことだけを守り続ける人ですから、伝統を守る産業の人にそういう人は多いです。で以前にもお話ししたかもしれませんが、とある伝統工芸士さんがですね、一生懸命こう作ってるわけですよ。あんまり具体的に言うとですね、ちょっと攻撃になってるザクッと言いますけども、伝統工芸士さんがずっと代々こう作ってるわけですよ、工芸品を、でそれを作り続けても、昔は売れたと、ね、珍しいと日本の、でもそれが、例えばですよ、例えばの話、般若の面とかだと、今の人買わないですよね、でもこれを掘り続けることが伝統を守り続けることだと言って、その人はやり続けるわけですよ、それ売れないと家族は困りますよ ね生活が成り立つ ですから、そういう相談者さんは本人は来ないんです、奥さんも来られる、そうすると
うちはどうしたものか、うん、ね、一生懸命いい人だから、うん、一生懸命ホテルはいいんだけども、うん、家庭を任された私としては大変なんですって、うん、先生教えて先生みたいに来られるんですけども、じゃあどうしましょうって言っていろいろ提案をして、もうこう安静構成はあんまり我々も言わないです、こういうことを一度お話し合ったらどうですかっていうアイデアをいくつか言うんです。で先ほどの話、今観光客が変わってきてるから、外国人の観光客、欧米人と東南アジア人、中国人では思考が違うので、そういう人たちの欲しがりそうなものを掘ったらどうかって提案してみてくださいって言って持って帰ってもらうんですよ。そしたらですね、次来られた時に先生ダメでしたって言うんですよ。なんて言われた、どういう話したんですかって言ったら、俺はこれをやるために守ってるんだと、悪魔に魂は売れないって言われましたって。本当にね、これもいつも私のネタなんですけども、ネタって言って作り話じゃないですよ、あるある、これも相談者あるあるなんですよ。悪魔じゃない、お客様、神様、皆見張ろう、これ前にも言いましたかね、お客様神様ですけども、そういう世の中の流れを読めないとそういうことになって、自分の正当性だけ、伝統を守るためには本当は革新を続けないといけないんですけども、世の中が変わってきてるから、だってお商売なんで、文化を守るんだったら守り続ければいいですよ。それを産業、お商売としていくには、はい、世の中の環境の変化にやっぱり適応していかないといけない、うん、そういう意味では世の中の流れを読めない経営者は危ないですね、うん、はい、その辺は本当に多いです。自流に乗ることが何かこう自分を曲げるみたいな、信念を曲げるみたいな、それをもう許せないみたいな、許せないみたいな、うん、でも買うのはお客さんですからね。そうですね、はい、それが7番目です ね、 ですね、まだありますよ、8番目お願いします、はい、もう形のないものにはお金をかけたくないとかですね、投資をしないとかですね、だから料理、飲食店だと、はい、もう料理ばっかり一生懸命作る、豪華な、でも形のないものっていうのは、例えばお客さんとの接客応対とかね、だから笑い話にこれもありますけども、俺の作ったラーメン食えないやつは客じゃないみたいなねもう客じゃないって言ってる段階でちょっと失格ですよね。あ、危ない経営者ですよね。 あるあるって感じですね。だから飲食店で繁盛してる飲食店は、実は料理が美味しくなくても、まあ、美味しくなきゃいけないですけどもね、はいはい、美味しいかどうかお客さんが決めますから、作り手が美味しい美味しいって言ったって食べる人が違うと、それこそ日本人にとって美味しいってことと、欧米人にとって美味しいっていうのと、東南アジア人美味しいっていうのと、中国人にとって美味しいのきっと違いますよ。味覚が、日頃食べてるものが違うし、水も違うわけだから、そういうところで繁盛する、特に観光客向けのお店っていうのは接客応対で決まってきたりするんです、味というよりは。なのでそういうサービスとか、そこに力をかけないとか、そういう意味では従業員教育をしないとかね、頑固一徹の親父がそれこそ命令口調で従業員に愛情なく接してさっさと注文取ってこいとか、厨房の聞こえる時ありますよね。あります。そういうのってお客さんも引いちゃうし、従業員もそんなことばっかり言ってるとお客さんに笑顔で接しれなくなってきますよね。そうするとですね、どんどんどんやっぱりお客さんも離れていっちゃう。形のないものに投資をしない経営者はよろしくありません。あるあるですね。はい、わかりました、はい、そして9点目をお願いします、はい、新しい商品やサービスの開発に情熱を注がない。過去の成功体験だけが自分の宝だと言って、それを守り続ける。一つ守り続けるのはいいですよ。ですけども、お客さんって結構移り気です。定番メニューがあっても、やはり変わり種とか、だっていつもチャーハン定食飽きちゃうでしょそうですね、美味しくても飽きますよね。 それはやっぱり新しい開発して、お客さん、特に固定客のお客さんは飽きさせない努力っていうのが必要じゃないですか。でも
それは前回やった自己中だと、うん、俺の作ったラーメンが食えないんですよ客じゃないと、やっぱいろんなことに共通してくるんですけどはい、はい、やっぱりですね、そこは過去の成功体験だけにしがみついてると世の中が変わってきているので、うん、よろしくありませんね。サービスも開発していくということですね。はい、それは結局極端な話で観光客がどちらの国から来たかによって、うん、接客の応対の仕方を変えていく人がいるんですね。簡単な言葉が違いますよね、うん、はい、じゃあそれを、まあ、喋る喋れないあるけれども、うん、そういう配慮って必要ですね。で外国人だと宗教的な背景がありますから、うん、何々が食べれないとか、うん、宗教関係なくてもベジタリアンの人がいるとか、はい、そういうことにちゃんと配慮していく、うん、それは自分の思いとかこだわりだけではダメですね、はい、やっぱりそういうあの姿勢っていうのはなんかお店全体の雰囲気にもなりますよね。なってきます。頑固一徹だと従業員にちょっと厳しいからみんな不愛想になっちゃうんですよ。でなんでもっと笑顔でやらないんだってまた怒っちゃう。でも輪をかけてだんだん嫌になって、人の心が離れてしまうとよろしくないですね。そこ大事な要素ですね。なるほど、よくわかりました、はい、本当あるあるですね。危ない傾斜あるある、本当に気づくことがたくさんありましてですね、そして10の法則のいよいよ10番目ということになります。はい、会社の経営の理念とかですね、方針がない、風任せ、風任せだったらまだ外部環境の変化に適応してるんで、うん、はい、まだいいですよ。モノマネだけで済まそうとする、コピペで、コピペあります、もう本当にある。まあお土産物でもあれ一件やったらいっぱいやるってありますでしょ、はいはいはい、そういうのもそうなんですけども、やっぱりそれはまだ良しとしても、なぜこれをお客さんに提供するかって思いとか、その中に違いをちゃんと明確に打ち出さないと、ただのあまた真似だわって言われてお客さんも軽くあしらわれますよね。やっぱり企業の経営で大事なのは人の心をちゃんとつかめるかっていうことです。そういう意味では経営者の思いをちゃんと伝える、ですからそれが経営理念であったり企業の方針に現れるんですけれども、これをちゃんと示していく、でそれに共感する人が従業員として、はいはい、そうするとちょっと辛いことがあっても、経営者の思いに共感してついていくって言っていくから持つんですね。それが共感できない人はやっぱ離れてきます。お客さんもそうです。そこがやはりポイントになりまして、船経営者に共通するのはやっぱり人の心をに配慮ができない人、全部まとめるとがやはり危ない経営者あるあるですね。哲学みたいなのがないとダメです。そうですね、思い、結局人を集めるのでも今離職率って高くて、もう3年で3割というか1年で3割ぐらいやめちゃうんです。これは形式的にどうすれば合格できるかっていう手法もどんどん、ね、受ける履歴書の書き方とかあるじゃないですか。手法ばっかり先に行って、ね、評判のいいとか、ね、有名だから行くとか、動機が不純なんですね、そもそも勤める側も。そういう意味では中小企業は大勢の人は取れないし、共感できる人を採用しないといけないです。で頑固やじでもいいですよ、頑固な人が好きな人が来れば続くんです。でも応援して頑固やじにはついていけないって人が多いので、そこは気をつけなきゃいけないけども、それにしてもやっぱりちゃんと人の心をつかむっていうことを第一にしないと、お客さんから選ばれる商品やサービス会社にはならないんですね。なのでとっても大事です。なるほど、はい、その心というのは本当に今教えていただいたように、お客様だけじゃなくて従業員さんも、そうです、従業員さんも経営者の価値観に共感できるかどうか、確かにそれを手法だけでやったら、ね、いやちょっとついていけないとか、ついていけるかついていけないかなんですね、結局は経営者さんに、特に中小企業は。そういう意味ではリーダーシップは大事ですけれども、そこをちゃんとそもそも示さないで、きれい事だけ書き並べて募集要項に来ると、なんだ違うじゃないって話になるわけですよね。ですから
あんまり軽々しく美辞麗句だけ並べたらよろしくありません。明確な思いを伝える必要があるということですね。相談者あるあるですね。もういろんな方がですね、はい、タイプ別に分かれるんですけども、いろんな切り口ありますけども、はい、今回は10の危ない経営者あるあるというやつをお届けしました。はい、ぜひ反面教師として、ね、そう参考にしていただけたらと思います。はい、はい、三輪先生どうもありがとうございました。ありがとうございました。このコーナーではこれから起業されたい方や商店の経営改善などさまざまなご質問も受け付けております。三輪先生にズバリ答えてもらいましょう。ファックスは 0577-37-0765 メールは hitsfm@hidanet.ne.jp ヒッツ fm@hidanet.ne.jp おはがきは郵便番号 506-0021 高山市灘町 5-95-10 郵便番号 506-0021 高山市灘町 5-95-10 皆さんからのご質問をお待ちしています。このコーナーは中小企業経営者の頼れるパートナー岐阜県よろず支援拠点のチーフコーディネーター並びに経営コンサルタントの三輪智夫先生のご協力でお送りしました。